こんにトゥデイアイランドではカリフォルニアベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます今回は先週に引き続きファシロ CTO の梅林さんのゲスト会後編の配信ですで、まあ、それぐらいにこう、まあ、非同期のコミュニケーションを 自由に操って自分でこうセルフアサインメントされたタスクをちょちょちょってこなせる人が集まってるっていうのは大きいかなと思うで、うん、依存関係があるやつも、まあ、なくはなくてでそういうのに関しては何かこう大きいマイグレーションであったりとかこういうプランニングで何かこう最初に1か月はここをなんかローリングアップデートしてって次の1か月はこういうふうにみたいなそういうものに関しては何かこう僕が一人アサインを決めて。 なんかこれのプロジェクトはまあまあ大きくなるからなんかロードマップみたいなものをなんか書いてくださいって言った上でなんかそれのチケットを細分化してもらってなんかこれのったはこれやろうねこれのったはこれやろうねっていうのを、まあ、なんとなく一人でやってもらう。でその中でもし人手が足りないみたいなことがあったらなんかこうタスクを切り分けできる形の流度でもう一回分割してって言ってなんかもう一人浅いにするからっていう感じで進めてますね。その 仕様とかって、そんなに明確に決まってないケースも多いんじゃない決まってない。それはもうプロダクトの人を交えずエンジニアドリブンで決めてっちゃってるんですか、うんっですはい、えっと、割とチケットを誰が作るかっていうと、 PM の人が作ることもあればセールスの人が作ることもあったり CS の人が作ることもあるんですねやっぱこう,うん、うん、使ってるユーザーからのフィードバックってそのままフィーチャーになることってたくさんあるので,うん、うん、で逆にまあエンジニアが気づいた、あのー、気づきみたいなのもチケットになりますで,でそれをまあ PM の人がなんとなくあの優先度を決めてソートしてるっていうのが今のよくある流れでで取ったチケットが例えば CS オリジン なんかカスタマーサクセスのチームの人がユーザーカーのフィードバックを受けて作ったチ,ームあのチケットであれば、まあ、アサインされたエンジニアがこう,こういうことができないのでこういうことできるようになってほしいみたいなこうこうしてほしいっていうあの結論が書いてあるわけじゃなくてなんかこういう問題を解決してほしいってことが書いてあることが多かったりするんで、まあ、それをもとにそれをしてる理由も なんか結局こういきなり解決から書くとなんかそれがほんまにあの必要なものかって分かんないから基本的にペインを書くようにしてほしいってことはあの全チケットを作る可能性がある人には伝えていてなるほどかつまあ創出する方がチケットを作成するコストも減るじゃないですか書くディスクリプションが減るからだからそれはなんかこう基本的にエンジニアも嬉しいしチケットを書く人も嬉しいのかなと思ってそういうようにしてます。で エンジニアの人がそれで自分はサインにしたタイミングで、あのこのペインを解決する方法はなんか A と B と C あります。で UI やったらこんな感じになりそうです。で A やとなんかあの超簡単に実装できて、だいぶちょっとダサいかも遅いかもと。で B やったらこうかもみたいな、まあ、プロストコンスト軽くまとめたやつをあの PM とそのチケットを作成してくれた人を。 スラックとかでちょろっとやり取りするな感じで使用みたいなものはなんとなくこうあの決まっていくって感じですね、えー、そういうのもじゃあ直接ミーティングを、まあ、することもあるんでしょうけど割とスラックとかだけでやっちゃうことが多いかなりスラックベースのやり取りが多いなるほどエンジニアドリブンでそういう UI レベルのところまで,これまでやってますねのは 結構すごいですね。なんかそこまでできないケースも多いかなと思っていて、まあそのプロダクトって結構全体の整合性とかもあるから、うんまあ、まあもちろん PM の人はフィードバックしてうまくこう取りなしてるのかもしれないですけど、うん、あの局所最適化みたいにこう、りかねないから、うん、なかなかあれですね、なんかすごいなって今思いました。そこのエンジニアリングのそのプロ、もプロダクトの なユーザーフェイシングのところのまで含めて検討している各,各,各個人がしているっていうのはなかなか、うん、聞,聞いたことがないんでまあなんかこれって僕フロントエンドあまり詳しくないんですけど、はい、普通はあれですか UIUX デザイナーみたいな人がいてまとめてたりとか、えっと、それはなんかこう修正する箇所にもよるんですけど先ほど説明したように、まあ、ファシロっていうプロダクトでは不動産の営業の方が使う管理画面と あの、本当エンドユーザーの人が使う画面、マイページ、まあ、こう提案された物件一覧がバーっと見えたりする。あの、マイページがあって、あの、不動産仲介の営業の方が使うツールっていうのは。あの、まあ、ちょっと言えば、こう、僕らもカスタマーサクセスのチームが。あの、導入のオンボーディングとかをみっちりしたりはするので。まあ、万が一、こう、使い方が分かんなくても、こう、教えることができる。で、プラス、なんか、こう、そうやって普段の、もう、業務フローにがっつり。 こうロックインされるものなんであの基本的にまあ1回覚覚ええたら結構使い方を覚えてくれるツールなんですねだから管理画面は割とこうなんだろうファンシーでリッチでなんか超ユーザー体験がいいってよりかはよりこうロバストなものを作ってこう修正とかがこうすぐにできるとかなんかこうあの変更に強いとかそういうところの思想が強かったりするのでこうなんだろう UI の機微なところとかはどちらかというとそこままで気にししてなかったりはしますなんかむしろ大きい変化があった方がユーザーに驚かれちゃうなんかそういうところはそんな UIUX のレビューがあの超厳しく入るポイントではなかったりします、ね、やっぱこう基本的には管理画面ってどこの会社の管理画面も超なんかうおーっていうユーザー体系の管理画面ってないと思うんですけどうん、うん、で一方でそのエンドのユーザーが見る ページっていうのは、まあ、実際にこう不動産仲介の人があのなんかお客さんになんかこうマイページ URL みたいなものを、まあ、メールで送付してそこにアクセスしてなんか、まあ、好きな物件とか内見したい物件あったら教えてくださいねっていうコミュニケーションを取るだけでこうなんかスマートフォン開いてここを押すとこうなるんですよとかってオンボーディングいちいちできないツールだしパッと見て使いたいって思うツールじゃないとなんかやっぱスーモであの検索しますわってなっちゃうから。 そこに関しては結構ユーザー体験っていうかこうみんなが触りたくなるような UI とか UX は作んないといけな、ね、い。そこに関してはあの結構バックエンドとフロントエンドの構成っていうのは結構ぎっちり分けてなんかもうフロントエンドの技術をちゃんと使ってこう SPA みたいな構成にしてるっていう感じです。だからそこに関してはあのちょっとした変更も結構デザイナー UIUX の あのエンジニアとかデザイナー2人のレビューが挟まるっていうのはありますうんなるほどなるほどじゃあ結構要所要所のの、うんね、使いいいい分けととうううかかっ、うん、っててがあるっていうところなんですかねただなんかこう一人一人のこう裁量をなるべく増やしたいっていう思いはそもそもあってなんかこう PM の人しか考えられないフィーチャーって基本ないと思ってるんですね。 なんかそこまでこう専門スキルがある能力っていうかは彼らの,あのなんだろう能力の発揮場所ってどっちかっていうとこう何だろうなこう社内政治力っていうかこ,うこの人こういう機能が今の司教では必要なんだってこうちゃんと説得する能力であったりとか調整が得意とかそっちの方が僕はスキルとしては大切だと思っててだからこう使用を決めるみたいなものっていうのは何だろうエンジニアっていうか エンジニアも作ってたりユーザーなのであのこうした方がいいんじゃないかなっていうアイディアは多分普通に思い浮かぶはずであの使用ギチギチに決めなくても全然むしろなんかそっちドリブンの方がなんかあのプラン A B C っていっぱい出せるんじゃないかなと思ってますなるほどいいですねうんそういうまあある意味自発性を促すというか、うん、ところがあるのかもしれないなって今思いましたそのちなみに今すごい一人でリモートを で、あとの人たち、後の人たちもみんなリモートなんですよね。はい、そうです、そうです。うん。なんで、まあ、アメリカと日本って感じで、まあ、かつ、まあ、フルリモートのチームっていうところで、うん、なんかこう、チャレンジとか、工夫とか、あんまなんか言、まあ、言語の壁はまずないんで、そこはないと思うんですけど、うん、まあ、それ以外にも、開発していく上でとか、なんかこう、ありますえっと、まあ、そうですね。まあ、やっぱこう、 ポストコビットで、まあ、みんなの働き方ってもうめちゃ変わったと思っててなんか今でもこうオフィスに集合で通うって僕も信じられない体になっちゃったんですねうん、うん、で多分それは多くの人が感じてることだと思ってます特にこうあの子育て世代とかだとこう保育園の送り迎えがあるからとかっていうのもあったりするからで、まあ、ファシロももともと シェアオフィスのなんかキャパが少なかったっていうのもあって、まあまあ、リモートだよねっていう感じになって実際にこうあの資金調達をしてキャパを増やせるってなってもなんかそこを超増やしてなんかオフィスをでっかいオフィスをバーンと構えてなんかみんな出社してくださいっていうふうなムーブメントにはこうならなそうな雰囲気を感じていてそれはこう、まあ、自律的な人が集まってるからっていうのもあるんですけど、まあ、結構あのリモートでのあの なんだろう効率的にみんなうまいこと働いてくれてるっていう体感があるからこの体験は結構崩したくないなって思いますでこれがうまくいってる理由みたいなもので言うと、まあ、やっぱこう採用の時にこうきっちりこうカルチャーマッチするであるとか、まあ、人柄を見るっていうのはま一つのポイントなのかなとは思ってますね。 あの全員僕のリファラルっていうのがあるから、あの、なんだ、なんだろうまあ信用と信頼でうまく動いてるってなるけど、まあ他のチームとかを見ても、やっぱこう。あの、まあ専門性とかはありつつも、まあカルチャーマッチとか。あのスキル、あのスキルだけじゃなくて、人柄を見てるっていうのは結構あると思ってますね。ちなみに、どういう人柄見てるんですか、このリモート。行けそうな人柄っていうのは。えっと、まあリモート、リモート体制っていうよりかは、あのリモート。うん で非同期のコミュニケーションを推奨するカルチャーだとやっぱこう相手のことを思いやる気持ちってすごく大切だと僕は思っていてテキストのコミュニケーションだとなんか怒ってる怒ってないってちょっと分かりにくかったりするじゃないですか。だからなんかこう例えばなんかもうすごい些細なことだけどこ,うここに絵文字を実はこう絵文字とかスラックのなんかあの アイコン追加すると表現は柔らかくなる柔らかくならないとかってなんかこうなんだろう超意識してるわけじゃなくてもまあ通常のコミュニケーションだとなんとなくこうやれる人とかっていると思うんですよ普通に。うん、だからなんかこうそういうところを組んだ上でこうなんだろうスラックのコミュニケーション相手がこう不快に思ったら嫌だなとかなんかこうプルリクエストとかのフィードバックをする際にもなんかこうこれちょっと 怒っってるように伝わったら嫌だなだからこうしようかなってちょっとこうワンクッション置いて自分の発言とかをちゃんと何修正できるとかっていう,こう何気遣いができる人、うん、っていうのがやっぱフルリモートでこう非同期のコミュニケーションが多いスラックとかでみんなのコミュニケーションを円滑に進める上で必要なスキルなのかなって思ってるって。で まあその人の人柄のことを知るっていうのももちろん超大切だと思っていてなんかこうこの人にはこれぐらいちょけてもいいとかなんかこうその人の性格<え>その人の性格ありきのこうなんだろうあのやり取りって結構あると思うんですよ。はいはい、だからちょけるちょけるって何だろうなん関西弁ちょっと分からない,ああい関西弁じゃないって言ますけど自分関西。ちょけるって で、なんかニュアンスがすごいわかる気がするんですけど。<laughs> なんかまあ、初めて聞いたような気。おお<う>、いや、すみません、すごい。どうでもいいとことだった。なんかそう、はい、その、まあ、その人の人柄を理解した上だと、まあ、オフラインのコミュニケーションがより円滑になる。っていうのは、あるかなと思ってるから、エンジニアに関しては。出社義務はないけど、月に一回だけは、なんかみんなで。なんか、こう、ちょっと美味しいもん食べてきてみたいな感じで、飲み会は、こう、もう、半強制参加。 であの、うん、1> 月1回実施しててもらってますでそれ僕はい1回も行けてないんだけどそれは実施しててでそれはなんか割とみんな月1回ぐらいだったら全然むしろなんか家出なきゃみたいな感じであの喜んでご飯行ってくれてるし、まあ、それで結構あの僕のリファラルとはいえなんかこうリファラル同士で知り合いじゃない人って全然いるのであのそこでこう親睦を深めてもらうみたいなのをやってもらってますね。ああ いいっすね<あ>そ<れ>じゃあその皆さん割と関東圏とかはいだからはいそうですただ別に関西の方でも月に1回全然なんかこう新幹線代とかは出すから来れるようだったら僕的には OK うん、うんまあ、今のフェーズではやっぱりこうあのフルリモートで機能する自信もあるけどやっぱり そこのコミュニケーションのコストとかは結構大切だと思ってるんで結構慎重に遠方の方に関してはより慎重に判断しないといけないなっていう感じですかねへえーうん、そういう集まる非同期で集まる場合はいいですねといや大事ですよね、うん、あのこのポッドキャストでも前言った気がするんですけど僕はオフィス出社してるんですけど僕のチーム一人だけベイエリアのオフィスに行って他の人みんな ワシントント州にいるんですよね <laughs> で、まあ、一応、えっと、オフィシャルには四半期に1回オフサイトがあるんですけど四半期に1回じゃやっぱちょっと物足りない物足りないですよねなんか特に大きい会社だとね移動とかもあったりするからそうなんですよね四半期に1回とか行くとチームの中身のことは分かってる、うん、隣のチームとかあれあの,あの人辞めたのとか新しい人がいるとか結構あってうんまあそういうのは 大事ですね。まあ、リモートで働くのにも、やっぱりそれなりに苦労があるなっていう。いやそうですね。だから、これは結構、まあ、今のところ、みんなも月に一回おいしいもの食べれるのは楽しいしって感じで。普通に乗り気で、参加してくれてるんで、まあ、今後も続けたいと思ってますね。まあ、ちょっと、十一人で、僕が来年帰って。内定の承諾とか含めて、十五人とか、例えば、なった時に、十五人。 の飲み会は結構限界のキャパにはなってるなと思ってるから、まあ、グループをなんかランダムに二分割するとか何、まあ、かこうやり方考えないとなと思う。はいはい、うんまあ、そうですねチーム大きくなってくるとその辺は考えなきゃいけないとは思いますけどそのスマートニュースの時も、まあ、一応結構成長、うん、いろんな段階を経験してらっしゃったんですよね、うん、まあでも、まあ、この 段階、十人とかっていうところでは。ないそうですね。僕が入社したときに、すでにエンジニアは。四、三、四十人いて、まあ、最終的にエンジニアだけで。二、三百人とかにはなったけどって感じです、うん。すごいし。いや、各段階で多分、いろいろ違う。そうですね。だから、もういろんなフェーズでの、なんかこう成長痛っていうか。なんか何人の壁みたいなものは、結構見てきた自信はあるんで。なんか、まあ、それを踏まえた上で。 うまいいことと組織運営したいなとは思ってる、うん、結構違いますよね自分もメルカリ入った時は20人エン,ジニアエンジニア多分数10人未満だったんですけどまあそこから何人かなよく覚えてないけどまあ結構な人数いってやっぱそれぞれでコミュニケーションのところがやっぱ毎回コミュニケーションっていうんですかね、うん、まあなんかこう組織のちょっと歪みみたいのは段階段階に出てきてたから、うん、そこはやっぱり難しいところですよね。うんうん なるほどです。うん<あ>、そうですね。なんか C T O としてまあ引き続きずっとやられてますけど、で今はまあ中期ぐらいっていうところで、うん、そこでそのこれやったからうまくいってるとか、これはちょっともうちょっとうまくできたなとかってあります？そうだな。まあ結構具体的な技術選定とかの話とかまですると、なんか結構技術選定とかでこうしてよかった。 だ悪かったみたいなものの創業時から迷ってたところとかで言うと、一番最初にサービス作るときに、なんか E K S を使うか E C S を使うか E C 2を使うかみたいな選択肢があったわけですね。うんうん、で、全然 E C S、E C 2でもなんだろう安定カードをすればいいじゃんって思ってたから、別に僕はなんかこうあのどっかにこだわってはなかったから、なんか、うん、あのいろんなサービスを使い倒してまあ、E C S を結局使うことにしたんですけどなんかその時も結構 EKS ブームみたいなものもあってなんかこうクバネティスのクラスターはやっぱ自分でちゃんと運用したいよねみたいなのが結構ブームとしてあったんですね2022年あたりうん、うん、だからなんかその時に ECS ええー、やんとは思ってたけど EKS 触りたいエンジニアが入らなくなるの嫌だなっていう懸念もあってなんかこう技術選定って こうまあ、プロダクトのためにする技術選定もありつつも基本的に採用にも大きく影響するからそこら辺の不安は結構あってでそれはしばらく続いたんですねあやっぱ EKS の方が良かったかなとか運用大変やけどみたいなのはありつつもんか2024年ぐらいになるとなんか「え ECS じゃないの?」っていう声がなんかこう大きくなったような気がしていて僕の,あの周辺の観測範囲では。 <laughs> だからなんかこう、まあ、もちろん僕が見ている層が大きい会社からスタートアップの層に移ってるからフィルターバブルにかかってるだけかもしれないけど割とこう技術にこだわらないっていうかそのプロダクトを作るために最低限必要な運用しやすいあの技術選定やったら全然自分は働きたいですよっていう感じの、まあ、ウデップシュのアレンジにはなんか全然マーケットにたくさんいるなって最近は気づいてなんかそこが んか採用を狭めるような選択には全然ならなかったなって今は思ってるっていう感じで <laughs> あとなんかこう BI ツールみたいなものをまあどの段階で導入するかみたいな話も多分こうスタートアップをやってると結構あるはずで多分セールスチームとか CS チームとか立ち上がってくるとなんかこうお客さんのこういうメトリックスを見たいからエンジニアになんかこう デーータベースでクエリックッうう増えてくる、うん、でそうなった時になんかやっぱここの OPS はもうちょっとやんないとなってこうやっぱあのエンジニアの手が毎回ここで取られるの良くないなと思ったタイミングでやっぱちゃんと BI ツール導入しようって多分意思決定になるんですけどなんか一番最初僕はやっぱ自分でメンテナンスするのも嫌だしこう今の VPC に穴を開けるのも嫌だったから。 最初は AWS のクイックインサイトっていうなんか AWS 金星のマネーージド BI ツールを導入したんですね、うんでまあ、それは結構、まあ、最近まで運用が続いてたんですけどなんかアカウント管理がめんどくさかったりなんかこう UI がそこまでなんかこうタブローとかああいうのに比べるとそんなに洗練されたものじゃなかったりなんかこう超喜んで CS のチームが。 ワワクワクして使えるようなツールではなかったったてこうそこの投資っていうのは一回こう BI ツールのインフラを基本的にセルフホストのやつを導入したんですけど僕らはあの、はい、自前で管理してやっぱ穴開けるのが嫌だから OSS のやつを使ってるんですけどそれってもう一回ちゃんと作ったらまあ安定運用できるからなんかもっと前に。 あの僕が1年、OK、しててちゃんと作ってあげたらよかっっったたなてていうのは思ってたりはしますなんかあのクイックインサイトを使ったがゆえにそこ向けのデータのパイプラインとかもやっぱ作っちゃったのでなんかそこを修正するコストもあるから、まあ、最初から BA ツールっていうのはもう長い目で見てずっと使うのは間違いないわけだしこう今後の ETL のパイプラインとかあのストアするデータの形式とか保存場所とかにも影響する話だから。 まあ、結構ちゃんと吟味した上でなんか保守運用をちゃんとできるやつをちゃんと作るっていうのは<あ>もっと前からやっとけよかったなって思った感じなるほど今じゃあそれをやってるって感じ,じやったけどそうそうだからその回収コストじゃないけど、うん、なんかもっと前から全然投資してよかったなって今思あなるほどった感じありますね、はい、ああそこはうん難しいところではあります <laughs>、まあ、ただ、まあそうっすね、やっぱ、まあ BI ツールはねあのずーっと使うからなんかこう最初の初期投資はなんか全然惜しまなくていい気はしている。なるほど、うん、だからなんならなんか中途半端なやつを入れるぐらいだったらなんか一時的になんかデータベースに穴を開けてなんか彼らが自由にクエリをできるようにするぐらいの対応でもいいかもしれないしなんかこうなんか半端なものを入れることのコストって案外おいおいこうリプレイするときに重荷になってくる。 なるほどまあテックデブルみたいな感じではありますのねそうですすごいなんか実感がこもっていますねまだまだなんかいっぱい面白そうなトピックありますけどじゃあ次はどの辺いきましょうかえー、いやちょっとこの CTO とテックリードまああのうん、うん、スマートニュースではテックリードで まあパートタイムで CTO っぽいことをやってらっしゃったっていうことですけど、うん、まあそこから実際のまあフルタイムの CTO 兼創業、うん、創業者兼 CTO かとなってまあ違いというか、うん、まあ役割はもちろん違う,違うと思うんですけどまあその必要なスキルセットだったりフォーカスで、えー、違うっていうところを、はいえー、ちょっと平社員向けにですね <laughs> 解説していただければとはいえっと僕が サラリーマン時代だった印象だと CTO とか、まあ、VPOE っていうのはもう,もう超偉大な人でもうもちろんあのスタートアップのそれと、まあ、大きい会社のそれっていうのはまたあのロールとか能力とかも違うとは思うけど、まあ、小さい会社であってもなんかもう勝手なイメージでもう技術超詳しくてもう本当 スーパーハッカーみたいなイメージがあったんですけど、まあいろんな CTO の方とも会う機会があったり、まあ相談をする中でやっぱり CTO とか VPOE って基本的には管理職だなって思う側面は結構あります。で、管理職なので、まあちょっと乱暴な言い方をすると、僕は元技術者である必要もないとは思ってます。なんかよくなんかこう元エンジニアの PM ですとか、元エンジニアだったら〇〇ですみたいな。 もあると思うんですけど、なんか元ってもうついちゃうと基本的にもう知識ってどんどんアップデートされていかないし、なんか元にそんな価値がないって言ってるんですね。はいはい、あのもうねなんか転職したてとかロール変えたてだったらもう確かに去年までエンジニアやった,やったらもう、まあ、結構詳しいかもってなるけど、それをのロールでもう定着しちゃうとあ10年前まであの元エンジニアでしたみたいな感じになるとまあ基本的に元には価値がない気がしていてで。うん あのまあ現エンジニアだったとしても CTO とか VPOE とかっていう、まあ、ロールになった時にこう全方位に技術超詳しくなるっていうのはあのかなり困難なことだと思ってます。インフラからミドルウェアデータベースフロントエンドの技術をなんとなくあの広く浅く知ることはできるかもしれないけど全部超深くまで知るのって基本的にはもうかなり難しいってなった時に、まあ、VPOE とか CTO っていうのはまあ 物事の方向性を定めるであったりとか、まあ、組織運営っていうのが基本的な課題にはなったりするのであの、まあ、テクノロジーが好きでテクノロジーの可能性を感じて、まあ、組織運営が得意で地権、まあ、者の意見を聞いて方向を決められる人だったら、まあ、別に誰でもできるんじゃないかなっていうのが自分の意見で逆にこうテックリードっていうのはあの、まあ、実際に、まあ、今の話で言った地権者の人ですね。だから、 CTO とか VPOE に対してこういう時ってどういう課題あるのこれううユーザーって増えた時にどういうとこがボトルネックになりそう解き方ってどういうのがあるのとかって聞かれた時になんか A と B と C みたいなでそれぞれのプロスコンスみたいなのをパッと述べられる人が、まあ、テックリードのポジションだったりするし、まあ、そのなんかこう選択肢の幅が大きいっていうのが、まあ、普通のエンジニアとテックリードの違いなのかなって思ってます。なるほどこれを解きたたいっって言った時に、まあ 何だろう熟練のエンジニアの方がこうより選択肢をたくさん持てるような気がして、まあ、そこが技量の差なのかなっていうかでなので僕的にはやっぱこうエンジニアへのリスペクトがものすごく強いっていうのもあるんですけどなんかこう、まあ、テックリードとかがまあ例えばシニアエンジニアとかスタッフエンジニアとかシニアスタッフとかまあどんどん出世していくとは思うんですけど何だろうなんか CTO とか VPOE の。 能力よりも僕的にはこうマーケットになんか少ない貴重な人材な気がしていますうん。その CTO できる人よりもそうです、えー、なんかシニアとか CTO が頼りにできるような,レベルなうエンジニアの方がマーケットに少ない気がしています<ー>っていうのがあのまあちょっと言えばこう全然なんだろうプロダクトマネージャーとかの人とかでも全然 CTO ってできると思ってるんですよそれなりに技術に明るくてなんかこう方向性を決めるって別に 自分が超なんかこうハドゥ o プとかに詳しくなくてもなんかこう1日うんテラバイトのログ集計基盤とかログを分析する基盤ってどうやって作るのとかって聞けばいいじゃないですか。うん、でそれをやり方がいっぱいあった時にそれってそれぞれどういうメリットデメリットあってあるのって別に聞けばよくて自分で構築できる必要ってないからでそう思うとなんかこう説明を聞いた時に理解できるぐらい、まあ、技術に明るい必要はあるけど。 まあそれはは別に元技術者である必要はないで、まあ、それぐらいのこうコミュニケーション能力があって技術への理解がある人っていうのは結構マーケットにいるんですよ僕がいろんな人と喋ってる限りだから CTO とか VPOE って結構ロールがなんか先走っちゃってすごくこう権威のあるポジションのように感じるけど僕としてはマーケットとして少ないのはやっぱこう優秀な手を動かせるエンジニアかなと思ってるんで。 なんかそっちの方がなんか高い給料払いたいって思ってますよ今もへえあそれはなんかすごい面白い,い聞けば、まあ、説得力はあるんですけど意外というか、うん、だから僕はもう今でも全然あのなんだろう、まあ、創業者だから給料を絞ってるっていうのも全然あるけどあのじゃなかったとしてもそっちの人をより評価したい ただ一方でこうまあ特に創業期のちっちゃい時は自分であれで,、ねはい、ですよね手を動かすまあそういう意味では CTO として手を動かしているのではないという感じなんですかねああなるほどああ面白いですね,ですね、はい、えー、っとそろそろ時間なので最後に会社の宣伝とか何かあったら<あ>っそうだあのツイッターツイッターじゃない X X を23か月前から始めたのであのぜひフォローしてくださいっていうのは一応お<ー> <laughs> 宣伝しとこうかなっていう感じであとは、まあ、あの今年の2月に資金調達をしてあの順調に従業員も増えて ARR もあのすごく伸びててすごく順調であの全方位で基本的にポジションオープンで募集してますので何かあればカジュアル面談とかいつでもするので連絡くださいって。はい あ素晴らしい。はいはい、これあれですかね採用ページとかも、はい。採用ページもあります。はい。DM してくださいという。はい。DM してください。<laughs> <laughs> 皆さん聞きましたか、えー、?DM 大歓迎ということで、小、えー、ーノートをご覧ください。はい。じゃあ、こんなところで。そうですね。こんなところで今日は、はい。いろいろと面白い話が聞けて、えー、とても勉強になりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。では,では、今回は、 ファシシーロの CTO 兼共同創業者のメバシさんを呼んでお話を伺いました。よかったら感想をシャープトゥデイアイランド FM または til FM でつぶやいてください。それではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。